はい、まだ。あ、本当？こんなにも騒がしい街並みに佇む君なんで尾崎なんですかとても小さくとっても寒い友達とですか。ちょっと怖いっすよな、それ。ゾンビでも切ってます。そうっす。割とだから今大丈夫。下がってこない。開いてません。それもいいし、さあベルトも立てて。この柄のベルトを売ったんですけど、ショーケースの柄ガラスぶち割れてていいですか。この子こんな悪い、ぶっ飛ばしてでも拾えてるか不安な声量です。すごい。さっきからちょっとすごい。やりますよ。おはようございます。おはようございます。あ、もう逆光ですね。これは。暗すぎる。感想だけちょっと確認させてもらいます。お願いします。質問で言っていいですか、そしたら。終わり方。すいません。じゃあ2曲目、感想から最後までやらせてもらいます。何を語って、もう二度と戻りません。マイケル
ベース3名紹介します。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。テンポ軽いよ。はい、了解です。不愛想だね。不愛想です。戦略的不愛想です。あまりニコニコしすぎてる男の人よりもちょっとブスッとして時に笑顔を見せるぐらいの方が人は喜ぶんです。本当かよ。悔しいって思うのは諦めてないからです。足柄です。5時10分、はい、マクドナルドガラお疲れ様でした。ガラ走破おっしゃ、550キロ、450キロ、走破楽勝、550キロ楽勝。おいおい、何撮ってんだ。おい、3列目でずっとゆったりしてただけだよ。本当ですね。何撮ってんだ。本当ですよ。綺麗だなモスクが。朝日じゃなかった。何がつったモスク。カチッとはめよ。照れがあるからもっとちゃんとはめよ。え、これユウジさん、もっと横向いてちゃんとはめよ。じゃあそれね、多分おでこから下だね。鼻はあるから、ユウジさん鼻はある。それ鼻より下、鼻より上、上、そうそうそう、こう逆逆逆バカじゃない。そう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 、意識高い。ブー太郎、ブージローになって、ちゃんとブージロー。あんま面白くないな。ここから行くんだ。逆上がり行くよ。なんか連続逆上がり行くよ。はい、行きまーす。何周すんだろう。おー、ダメだ。おー、おーダメージよく。よかった、もやしっこで、ね、そう、俺は挑戦さえしないから。ドーン。谷川だけ。あー、水上です。超えると新潟。新潟でーす。イエーイ、新潟でーす。はいはい、ヘビメタ新潟、新潟ゴールデンピックス終了。新潟、イエーイ。ユウジさんの足元と、うん、ジャパンの物販とジオ君の足元があれば、クリエイトスメロン。
It's fine today! Hey, hey! It's fine today! イエーイ。はーい。それは本当に嬉しいんですよ。だから世界が、この地球が、全部が笑わなくてもいいです。そんなことできると思ってません。でもその中でも笑ってくれる、そこの土地、そこの心があれば、僕らは全力で一つのというものへ、一つの魂を楽しみに行こうと思います。石川口ハーツ、ハーテストテスト、ハローテスト、ハーハーハーチェーハーツの楽屋です。ただいま、修吾先生が各地で繰り広げてきたドラム教室を今日もお願いします。お願いします。今日も修吾先生が西川口発で指導してますね。基本的にはそう、均等に持った方が音は真ん中に集まって音の具合が、均等に張らないとワンバシッドシッけど、綺麗に全部がその力が均等になると音が真ん中に入ってきて。川口ハーツ終了。今日燃えたね。ハーツ、そうですね。あれですよ。あのこう来てなくてもちゃんと僕には心の腰がこう見える。波動が伝わってます。その波動に返してパーンって返すんです。あ、パーンと返してる。パーンって返してる。なるほど。カウンターみたいな。カウンターみたいな。もうこう来たらスーッ。ここに勝つ。燃やせない。命はないね。本当に今日もね、久しぶりの西川口だったけど、いつも来てくれてる、一緒に燃えましたよ、今日は。アンコールもいただきました。成長、今日歌えなかったこと、次回歌えるようにします。行くぞ、ブルー。今日は歌えたんですタウコメボメ。何それ？ミャンマー語。タウコメボメ。ドゥドゥタウメ。いきまーす。パキーン。パキーン。キャラパン出したの。だから大丈夫。何飲んでるの？わかんない、水。あのポカリスエット、はい、ポカリスエットポカリスエットあ、階段の中途中で、うん、This is Japanese number one sales 商品って言ってるおじさんがやってね。さーて、楽しいんだ。
ソウルブロー俺たちはキャラバンパンチソウルブローにキャラバンパンチブルーどういう意味ですかインフミゼロやないですかあしていただきありがとうございますおーっ本日は最強の夫人で臨ませていただきましてあのお客さん方を迎え撃とうと思っておりますのでぜひとも皆さん気合が入ったライブをよろしくお願いしますよしじゃあ T シャツがイエモンって紹介していきます一晩の目から一晩の目キャラメルパンチでーすよろしくお願いしますよろしくお願いしますよしなんかありますいいですかあの本差しでまずは切り込みますお願いします一晩の目がグまあでも最近とかいいですねはいあとパス系のリストを出しない人じゃ大好きですで、まあ今日結構そのなんか飲む時間とか今日は一日楽しんでまいりましょうよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや、じゃあ一緒に準備します今日はあの最強の夫人でよろしくお願いしますI'm very tired, but don't down me. Brr. いい歌だよ。そこから出会って、はい。いや、でも自分なんかすげえ誤解してる。そういう感じで、それがこっち来て、そういう感じで。みんなで今日は渋谷ねソウルブロー俺セタンドじゃないよソウルブローでトミーイエーイタカタカも一緒ですすごいよねマキバオだ引き続き引き続き倉庫みたいなあるよねよーありがとうございましたすごい大人が寝坊するとシャレにならないってことを学びました意識を高めるやっぱ寝坊ってのは意識の低さだと思うんですよ甘く見てる甘いぬるいだからメンバーに音楽感を合わせていかないとメンバーの士気を下げちゃうにつながって手伝ってるのに悪循環を招いたら一番良くないので、うん、そこを妨げにならずに掛け算にできるようによし、はい、じゃああと沼津とファイナルよろしくお願いしますおいブルそして真ん中に映っているのが、カラーマットですね画面映ってないのに今カラーマットってますねそれから、アンダーパスの汚い壁です、そして汚いボールですうるせえおいお前俺がカニカマ食ってるとこ取るんじゃねえよこっちちょっと押すとなピュって出てきてな俺がなってえ持ってくださいこっちはカニカマ食ってんだよ取るんじゃねえよカニおいプリプリのカニカマだよおい俺を褒めてる自分の肩つくとしてんじゃねえよこのなドキュメントだから前半はねリュートのカメラの撮れ高が全然なかったただそれだけのことですはいありがとうございますご天場静岡入って雨降っちゃった沼津プルおー三色丼桜エビ山盛りいよ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 このツアーで試してきた今の
足元で。バッチリ。バッチリ。リハはバッチリ。何年一体何かを一つ追い求めてライブをやってきたんでしょうか。声を出してきたんでしょうか。音を鳴らしてきたんでしょうか。追い求めたい音があったんですよ。どうしても鳴らしたい音があって、すごいずっとずっと戦ってる最中です。やったからにはもっともっとみんなが聞きたいな、聞きたいなって思える音をやっぱり出せるように、また東京に戻って突き詰めていく視聴さんでございます。皆さんには追い求めたい何か、守りたい何かありますか。僕らはずっとそれを守るために足踏みしたら誰かが追い越していってしまう、誰かに潰されてしまう、そんな状況の中にずっと音を鳴らしてきました。そしたら気づいたことがあります。毎日がライブなんだって、このステージ上だけじゃない、俺たちは普段歩いてる戦ってのステージ全部がライブなんですよ。それを僕らは全うしてます。本当の意味で全うするのってすげえ難しいんだって気づきました。みんな弱いです、流れます。自分に負ける時もあるでしょう、僕たちの。だけど負けない気持ちでこの静岡にやってきました。今日来てくれた人本当にありがとう、感謝です。ブラー、ありがとう。ラスト1曲です。人生は、時間はあっという間です。きっと明日死ぬかもしれませんよ。だから今日のこのライブが悔いが残ってはいけないんです、と思ってずっとやってます。毎日のみんなのライブに悔いが残る時もあるけど、巻き返す魂、ハート、パワー、みんなの足が地についてる限り終わりません。俺たちも終わらずに先へ前へ進みます。最後に終了者ありがとうございました。キャラルパンチでした。男下げたね。ツアーのセミファイナルここに来て下げた。しかも2人してる、メンバー2人でドラムとベースで。え